靴下ずっと着たかった、1ヶ月くらい。こんにちは、あこです。そしてどうも、千葉ロッテマリーンズ応援 YouTuber 大ちゃんデビューです。大ちゃんです。なんと実は私たちは作戦で一日店長をやったという、はい、ね、共通点があるんですけど、そうそう、今回は大ちゃんが仙台に来てくれました。よっしゃー。ということで今日はロッテ対楽天の2戦目はい、はい、まあ、昨日は負けたんですけど今日は勝てるように頑張ります。今日も勝ちます。いや無理だよ。すげえ急になんか怒られた。無理だよ。無理。まあちょっと今日うち原島さんなんで、ベテランなんで、まあ、一緒に楽天応援しましょう。仙台のプレゼントにしようか。モレルさんに。モレルさんに。浅村さんってでかいっすね。浅村さん多分顔全部出てるよね。いや鼻ぐらい。あ、そんなもん。そう。すげえなお前。すごい人気のハルキさんのそうめんをゲットします。西川ハルキのそうめん買ったらマー君ついてきた。意味わかんない、なんで。西川ハルキさんのそうめん、これはつけ麺ダイエット、つけ麺ダイエット、麺つけダイエットをゲットしました。いただきます。大好きなキクラゲ入ってた、中華キクラゲ。キクラゲが一番美味しい。そう、もうすぐ6時で試合が始まります。今日は勝てるでしょう。
待ち込んでた。あー三振要の境。 I'll change diaper。 あー同点になった。えぐい。そう、でお坊さんが過ぎる。お坊さんが、お坊さんが逆転してくれた。熱すぎる。まあ知り合いの売り子さんからサワー買ってたら、お坊さんがヒット打ってくれた。早く席に帰る、早く席に帰る、帰る帰る。練習できるように頑張ります。まだまだ至らない点が多いと思うのですが、温かく応援してください。7対6でワシホー。7対6で負けを。いやちょっと今日はロッテに勝てないって思う展開めちゃくちゃ多くて。特に8回ね。いやそうね、酒井さんが出てきてからのあの流れ、あれで一気にね逆転して流れ来たんだけど、ね、そうもう絶対無理だと思った。そうでもよく頑張りました。小深田さんと小郷さん素晴らしい。結局小深田、いや本当に楽天のピンチを今シーズン何度救ったことか。本当にもうマジで今年の救世主は小深田さんですよ。ロッテの優勝打ち消せば、ロッテの CS 打ち消せば、もうデルブルブルブル。うっぷん溜まってる。全然。まあ明日も大ちゃんは現地ということで、はい、私も現地に行こうと思います。まあ勝つよ。いやこれは2連勝させていただきます。さすがにあの仙台まで来て負け越しは嫌よ。いや関係ないから。今日のおみくじは今日ということで、2連勝いただきます。ということで、大ちゃんが良きライバルになりました、今日でね、はい。良きライバルになりましたので、皆さん明日も楽しみにしててください。バイバーイ。